はい、じゃあ、6がやっていきます。ポロさんのゴザキみたい、大人気やな。まあうまいからな。あ、なんかちょっと前まで、あテルリン、ズタボロになったテルリンがもう髪の毛ボッサボサやねもう。あテルリン、キョフェンリッチは今多分 D 筐体で13連勝ぐらいしてんじゃん。俺が見た時なんか20連勝ぐらいしてたけど。さあ、アタッチビーダルバースト使っていく。まあ早い段階でバーストと入ってしまっても、お上にゲクー投げでとがめて、あとこれはおっとさあ、ここは西カウンター。これは今作かなり痛い。イノさんといえばね、もうアーチじゃないわアテラで一生取れもしてるから、トンボダメージはかなり高い。結構やる気勢の一人なんでね。さあ、テンペストタリア、これがこういうの打たれたらラグナ君結構やることなくなっちゃうんで、こういうのが辛い。ここで踏み込んでいかないで、ここで踏み込んで、ここで踏み込む、ここで踏み込む、あーやっていく、さあバーストでもこうなっちゃったら若干レイチェルが、おっとうまい、あー届かず。さあジャンビーからじゃない、刻まれて直がミスかな、よくわからない。あきらさん帰っていく、帰っていく、お疲れ様です。フェルズバンク、さあ投げ、なんか立ち光った。そうですね。レイチェルは今回アイビーのせいで、立ち回りがちょっと弱くなったんですけど、まあ、火力が若干伸びたかな。若干というか、ダメージに出ない、火力が伸びたかなって感じですね。そうですね。数字には出ないんですけど、だいたいなんか、これ5000ダメージとか言いながら8000減ってるんで、結構油断ならないやつですね。さあカエル置いて、ここは様子見からタッチ拾っている、素晴らしい。さあやり込み勢の逃げてみなさい。あれね、ラグナ君結構どうしようもないんでガードするしかないんですよね。あれさあガントレットうまく崩して、おっとコンボミス、 2C カウンターからこれでお別れ。いやーいやーいやー、もう今こうネタ伝わる人いんのかな。いやーって言って、ファイタリティ、ご指名であるから8000もらった。やべ、そう上に上がられる広瀬ね、そうなんだっけ、あれ恐怖の館だっけ。そういうね、なんか昔ながらのネタが若干通じなくなってきたのが、まあ、ちょっと最近悲しいなーっていう。開幕ちょっと待ってのガンダッシュ、直が白い。さあガード硬いぞ、素晴らしい、全部しのぎ切って。まあ言うほど昔じゃないんですけど、今のなんだろうな、二十歳世代とか、全然伝わんないんですよね。悲しいなーって感じ。あ、これキャラゲンですね。あれはレイチェル、プラチナ、ここの絵かな、ここの絵だっけな、なんかそこら辺は、画面密着でもまだおから 5B5C が入るっていう。そうこれは彼が言ってた、キャラゲンコンですね。あー恐ろしく、おっとコンボミス、 2A カウンターから、あーバーデンリリー、もう一回バーデンリリー、そしてヘイルいます。今回アイビーがあるからね、補正がきつかろうともアイビーの毒で減らしてなんか一発当てたら KO みたいなのあるんで、あブレイブルフィニッシュか。さあジャンビジャンシーからプラスアイス、これあー 6C で拾いたかったな、からのあーガントレットアイス、
そのアイドルエッジを落としてだし、ああヒットしていたがここは無理をしない。さあレイチェルが自分の城作り上げてしまった。こうなるとかなりラグナ側もイケイケになれないっていう。さあカエルガードしてこれ勝利読み。ガンドレターですか、なんだっけあれ、ソードアイリスだ。さあこのシューティングになるとなかなかラグナは進化を発揮できないので、いかに近づいていくか、まあダメージを受けずに近づいていくかですね。しかしここで引っかかってしまってバーサー入っちゃった。さあ CID、ここからターン奪えない。ガンドレット。しかし上なので若干あれ拾うのが難しいが追加が当たる。さあ空中からのテンプスアリア。デンジャー状態、バーリーが変われないが。ここはカーネジザーでうまく玉抜けしていく。さあ開幕ジャンシー通して3シールド、あこれ低空になっちゃったな。さあガントレットハーデスっていう声が聞こえたままアイリスを食らってレイチェルのターン。アイリスカーラーの拾って、さあこれは体力が恐ろしく減るやつ、減る減り的に5000ぐらい食らってんな、6000ぐらい食ってんじゃねえか。あしかし風がなんか昇竜拳っぽいのが見えた今。さあイノレイチェルがこれで 2-0 ですね、素晴らしい、なかなかいい試合展開が。そうレイチェル使いね、これを4000ダメージとか言ってくるんだよねいやいやいやバカなーみたいな感じでしょ、いやいやそんなはずはーみたいな感じ、そんなはずはーとか言ってなんだっけこなんかそんなはずはーって言いながら死んでいくキャラもいたよな、なんだ KOF かなんかにいなかったっけな。そう伊野さんかなり上達してるんで、伊野さんねやっぱり平日でも四六時中トレもしてるんで、どんな状況からでもやっぱコンボ拾ってきますよね。さあズタボロのペルリンがズタボロになってズタボロボンボンしている。ああもう目に正気がない目に正気がないよね、もう。ああ熟長熟成でもないくせに、クリザリットだ、そう、KOF の2002かなんかのボスから、言うて僕は KOF をやったことないんで、あれなんですけど、こんなはずはーみたいな。さあ、オーバードライブ、だし、さあ、ガントレタース、思い切っていった、タッチ A で安定して拾っていく。遊びに付き合ういやいやいや、生きている気がないと書いて、やはりテルリンはちょっと今、失意のゴン底にいるんで、テルリンから単位を奪うなら今ですよ。彼が勝負に応じてくれるかどうかは、まあともかくとして彼から単位を奪うなら今ですよ、やはり。さあ、イノレイチェルが、おっとこれは、縦読む部からの後ろ投げ。さあエリアルから3257。さあチェスカから 6B ガードしている。スパイク出し、さあガントレット、これは確定。さあカーネシザ、これは通常なのでな、1段ダメでも繋がらないのでとりあえず2段目打っちゃう。さあ空中飛び込みからの邪魔なんだよ、上逃げを読んでいた多分1件目ぐらいでね、いやまあ割と多分テルリンは県外遠征したら絶対段位は上がると思うんですけど、県外遠征というか多分モンテとか行ったらすごい段位上がると思うねんけどな。いやいつもアテナばっか来てるやんか、
なんかモンテとかあの他のゲーセン行ったら多分ダイン上がるやろうなと思って、まあダイン上げたいならね、うん、まあ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 、まあ最終目標はフェンリッチとしてね、うん、あーさあー指導見てなかった。ジャンシーヒットが若干多いが、まあ、イノさんはもともとメルブラ勢なので多分お育ちか何かしてるんじゃないかなとは思う。そうテルリンはね、あのテルリンが弱いわけじゃないんだよ別に、その弱い強いとかじゃなくて、あのなんかあのそれ以上になんかね他のみんなが強いというか、まあ、変な言い方なんですけど、なんか、なんだろうね、サイヤ人の群れに混じるクリリンみたいな、そう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 、地球人代表のやつ、さ漆黒塾長が拍手しているが、一体何のことか見ていなかった、さあ、オーカーラグナ、若干コンボが怪しいが、大丈夫か、そう、ヤムチャ枠。さあガントレットハーですね。ガントレットハーです。実はレイチェル戦ではあんまり機能しないっていう、あの彼にガントレットハーですをそこまで打てって言ったのは僕なんですけど、あの実はガントレットハーですは、まあ、キャラによっては機能のなんだろうな、あのジンとかね、あの上逃げすぐ上逃げジャンシーとか振りたがるやつは機能するんですけど、レイチェル戦はあまり僕が機能しないようなイメージはあるので、さあカーネージこれはカウンターなので拾えたが2段目打っていく、まあ、カウンターで拾えるかちょっとよくわからないところよりかは、まあ、ダメージを優先してって感じですね。さあレベル3ダリアからカーネージこれは確定、バースを使って少しレンジャー状態、クーダーからバリガができなくて何かが漏れたところにロベリアが刺さったかな。そうですね、カボチャあるときはかなり機能してたんですけど、今はもうカボチャがなくて結構レイチェルが空中にいることがなくなったんで、今回はまああんま機能しないかなって感じですね。さあ 6B 素直な通っていく、しかしマダオからデッドスパイク、西 6A ジャンディジャンディナイトメッチ1段止めから、さあ 2C カウンターターンを登っていくのはイノレイチェル、アイビー置いて、さあこれ減るやつ、練習していたコンボの成果見せれない、さあガキャン通って、あーこれはガントレットハーです、裏回ってから攪拌だったんですけど距離が若干遠かった。さあレベル3ダリアから距離を取って、風も満タン、さあラグナにとってはかなり辛い展開、このね思うようにやりたいようにやりたいってことはなんかできないっていうのはかなり辛いですね。地味に HP がどんどん削られていくっていうのが、さあ上に逃げてイノレイチェルかなりご機嫌のやつ、さあこれでうまく引っ掛けて 3-1 ですね、素晴らしい。まあそうですね、 CT の対策は DID と空ガントレットのみっていうのはあったんですけども、まああとはいや CT の時ジャンディが使えなかったのかな、僕は CT の時ジンを使ってたんでよくわかんないですけど、4000くらい減っちゃいるけどね、あれあれ結構減るんすよね、なんか舐めてたら減るやつ、めっちゃ減ってるみたいな。さあ痛えぞ痛えぞ、痛くはなさそう、タチ B バックス戦にかかってしまって、これはタチ D からマダオで拾おうとしたんですけど距離が深かった。さあジャイアンツ段から立ち A が空中間ダイット、逃げてみなさい、逃げていく、さあガントレタです、ここは安定ルートですね。さあ3400いいダメージ出ている、いや前作そんな2000ちょいぐらい、いや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 言い過ぎっすよ、3000か2800ぐらいですね。
さあこれは大からぐな、うまいことターンを握って一本取っていく。まあ大川くんが結構詰めてた開幕 OD っていうコンボまだ見てないんで、まあ、どうなるかなって感じですね。さあ6位カウンター拾えず、さあジャンシーカウンターからこれは立ち見入れると、ベリーあるじゃないわ、ナイトメアしかにえ。さあ上逃げされて、逃げてみなさいで風が回復していく。さあ上ガントレットよく、おーおーおーお前。さあ 6A 体育かなりしっかり見ている。さあ逃げてみなさい、逮捕した。さあシューティング、あっと投げが通っていく。今まあまあまあガンドラグナのオーディコンでジャンディ入れるとあの土着と減らないんで、あまり入れたくはないですね。まあどっちかというとボーナス補正のある 6B か 6D を入れたいですね、序盤の方に。まあこれはカーネクサーでとりあえずダメージを奪っていく戦法ですね。まあ1ラン取れてるんで全然 OK ですね。さあまたもや空中 CID 一本取っていく。これで 3-2 ですね。意外にというか割といい勝負をしている。結構僕的にはここでオーカーラグナが、レイチェルに折れてなんかもうあかんっていう流れを期待してたんですけど、結構折れそうにないですね。ジャンシーカウンターから DID 繋いで立ちに拾う。さあ LER からナイトメッチ落として3000。さあこれは運が悪い、ナイトメッチこれも運が悪い。たまにあるんですよねあれ、裏落ちになっちゃう。開幕 5B ヘルズから 6B 拾えますよ、 6B6B が入りますよ。さあここは立ち B6D に対してこれ痛い方じゃねえか、あ痛くない。エクシーダクセルパナしていって、さあカーネシザうまい具合に出していって2段目まで出していく。さあレイチェルにはこれがある、風バックステイ。さあテンペストダリア打ってからのこの状況かなり辛いぞ。あとはレイチェル側は適度にシューティングしつつ、そうこうやって風を回復しつつねやっていけばかなり定石なので。6A うまい、立ち B で拾っている、どれもの成果が出ている。さあ立ち B カウンターヘルズ1段止めからの後ろ投げ、さあこれは椅子かな、椅子だろうな。さあナイトメアエッジ落として 2A で置き攻めを強制させるんですけど、そこからジャンプ食らっちゃった、邪魔なんだよ。さあフェイドルできるか。さあ練習の成果は微妙なところ。さあネジザー、さあ先ほどからよく見る技ガントレット、アルス確定をエクシーダクセルガードさせていく。さあ2位からなくてバースを使ってイージーでもこのガントレいく、投げー。さあオーカラグナーワンポイント、ワンポイント1ラウンド取っていく。 6B カウンターから風を使って拾って、さあ 6A 拾ってうまい、カエル置いて中段素直に行く。あんだけ勝利を見せられてもなお中段に行く、やはりねここら辺が格ゲー老害って感じ。さあ 3C 下段卓からコンボミス投げ食らって ADR ナイトメッチ落として、これは
風受け身読んでいてる中段置いてましたね。危なさあ辛いぞ。 100% あるがどこでカーネジザ打っていいものかという感じ。さあテンペスダリア、カーネジダメでした。さあこれで祈る位置のリーチですね。ラクナーの 5B 指導のオーバードライブは 5B 越しヘルズファング追加、まあそこから時間によるんですけど、僕はダメージ重視なら 6D ブラッドサイス立ち拾いジャンシージャンディエリアルって感じで、フェンリッチとかはまあエクシーダクセルで早くアクティブフローに入りたいんで 5B 越しヘルズファング追加から 6B2D 大バカ野郎がとか言ってます。ガントレットハーデスの学班を 2B にしない理由は多分知らないだけだと思いますね。これカメラ映れる、あ映りたがり、やはり映りたがり、あ映りたがり塾長いやーもう関西の人みんなノリがいいわ。じゃあなんだよ前に進まない。さあここは逃げてみなさいにジャンシーがいかかってスタートビルミスっちゃった。若干ディレイが必要なんですねあれ。さあカエルダメです。ああ振りまくって振りまくっている。さあこれが清水ライコーラクナー、なんということだ。さあバーデンバーデンリリーから C 大砲カーネージカウンター、ファナシカーネージから清水ライコー1本取っていく。疾風に無敵あるのはちょっと、いやーやはり棒立ちの相手にスパークボルト当てれないちょっとは、ちょっと一流の選手としてやはりね。わーかーへーうおーうおーうおーブラッドサイス、おおさあエリアルナイトメッチ落としてから投げ抜けていく。これは上以降に立ち入りがかかってますね。このビダ立ち入り拾いというかこの置き攻めかなりポロピッチャーさんの苦手な、苦手というかかなり嫌いと言ってたやつ、怖いわ。さあこれマダオ拾い EC6A、ジャンシー・ジャンディ、ナイトメッチ、4200。ジャンシー、さあ、極限まで詰まってたけど、お互いにミスって。さあ、今回のレイチェルだったらワンチャン当たっただけではいっぱいあったんですけど、今、4対3。そうですね。ははははは。ちょポロポロさんちょっと、ポロさんちょっとそれはちょっとテルリンガーのマジで折れちゃうやつなんで、それはやめた方がいい。ほらほらほら見てるじゃん、ほらほら見てるじゃん。それね本当テルリン折れちゃうからね本当、その言葉はダメっすよ。アイビーブロッサムはほっとくとハート形になる。ハート形になるんだ。あとんでもねえビッチだこいつあー立ち2段目美味しかった美味しくなかった。 6B26A2D からデッドスパイクブロッドサイズ、あー思うように捕まらない。あー 6D6B ガンダさあキャラゲンコンからナイトメッチ沈め、コミ潰しかな今のは。さあ清水ライコラグナー20段になって若干浮き足立っている。ここに老害からのジャンエーカーネジ覚醒からのカーネジザニエニエ刻んでからの嫌な攻め、ジャンシー当たっちゃって
さあ清水雷子これを取れば 4-4 でかなりリーチが、リーチがというか、あー流れが来ちゃってるな。あれさあガンドレット、あーもう何でもやりたい方だね。もうさあジャンエカウンターから6ビー、これは確定、投げる確定取って位置を入れ替える、タッチからこれ上、6A、 これ振るんですけど地味にこのナイトメッチ遅いんで、真下の相手に結構強いっていう。バトルとさあジャンエジャンシーからナイトメッチ落としてからジャンシー、さあこのヒット率はかなり高い。さあラッピッキャンで離れた後にジャンシージャンディから立ち火つながっていない。ガントレット、ガントレット、さあ完全にゴリラとかした清水雷子、4-4でリーチですね。完全にもうなんか次の対戦相手というか、あの組み合わせがもうなんか今や今やと待ってるんですけど、はいはい、誰でしょう。あべ、あーベイマツな、ベイマツか、ベイマツいんの。あー今フェンリッシュやってる、いやーすげえなー。じゃあ、アベマツ、レディウスとボクサーアラクネで、オッケー、オッケー、アベマツ、レディウスとボクサーアラクネ、はいはい、よいしょ、どうしようかな。ボクサーさん結構遅くまでいておっても大丈夫。ああ、そうなんや。ああ、なるほど。じゃあ、ああ、どうしようかな。ちょっと、こっちの、この帽子かぶった人が、なんか電車の時間近づいてるらしいんで、ワンチャン先にやってもらっても大丈夫ですかね。了解です。じゃあ、先に、フォロー漆黒を、やりましょう。まあ、ベイマツも、あいつは、なんか、閉店までおるんで大丈夫でしょう。3C 見えて 2A ガクワン。ラウンド取ってるのは祈れてる。さあ、老害が二十歳になったばっかりの若者にとどめを刺していくのか。二十歳でしたっけ。え、さっきのというか今月の誕生日で21や、20。彼は今月の誕生日で20。いやー若いなー、若いなって俺も23だけど、わーこれはおそらく、おっと、あーこれゴムミス、痛恨ですねこれ。さあインフルディバイダー、投げが出ていた、なんでだー。さあラピキャンモレとかいう声が聞こえてきた。第2ラウンドからジャンシーバリガ、あーヘルズマング 6B で釘を刺されて、あのマダオの掴む距離が若干結構把握しづらいんですよね。さあ 6A カウンターうまく拾って、立ち火、さあここはゲージを温存していく、まああとワンコンで倒せるんで、いかに立ち火当てるかみたいな感じ。さあジャンシーのヒット率なんだろうな、対空したいのかな、ジャンシー怖い。さあベルブローゼ、あーっとこれは紛れもなくブレイブローゼ、さああとワンミス一発くらいは即アウン、お渡し
おお、私気に抜いてる。どうなる。ダメ。さあカエルが近づいてきてる。これはいい流れになってきた。さあ必死で追いかける。あー、ジャシー。しかしこのジャシーかなりヒット率が高い。勝ったのは清水雷光、元井大倉くな。おめでとうございます。ラムラ、なんか楽そうだ。なんだっけ、インピッシュシフィソフィラがなくなってからかなり楽になった。終わりみたいな。今まで上の方でカボチャ巻かれて、そのままカボチャと一緒に来るレイチェルがゲロ吐いてたんですけど、まあ、今回からそれがなくなってレイチェルがなんと地上戦をしてくるようになってあ、勝ったみたいなあ、終わったみたいな感じ。そう、